ヤギ橋百貨店は埼玉県熊谷市に所在する百貨店である。運営法人名は株式会社ヤギ橋。日本百貨店協会加盟。埼玉県下発の百貨店として創業。2017年に創業120年を迎え、百貨店としては老舗の部類に入る。熊谷市内では最大の店舗面積を持つ。 全日本デパートメントストアーズ開発機構の加盟店、小売事業者として1店舗しか店舗を有していない。過去には外商部市長所を深谷市、羽生市、県外では群馬県を大田市に設置していたが、現在は撤退。1974年から1980年7月まで熊谷市内の伊勢町、箱田に食品デパート、八木橋マートを開設していた。他、 現在は撤退しているが、群馬県高崎市に高崎店を置いていたこともある。全社員の平均年齢は40歳。八木橋元次郎が吹上町の大家に生まれ、八木橋総五郎が営む持田村、うつつの五福太物店、山木屋で12歳頃からデッチ暴行を始める。後に腕利きの番頭ととなり、総五郎の娘一と結婚して、八木橋生を名乗り、山木屋から、 のれんわけして、熊谷町中町の五福店、朝屋の店舗を買い取り、五福、太物商、八木橋を1897年6月に開店。夏冬2回の大割引や、大売り出しには、早朝から店を取り巻く客のために街頭に、屋台が並ぶほど繁盛させたという。地下1階、地上7階、総面積18,900平方メートルとなる。 ヤギ橋百貨店の正面入り口。温度計が設置されている。2008年の温度計。50度まで表示できる。ヤギ橋もよりの上、熊谷駅、クレジットカードと現金専用カードがある。ありがとうございます。